リリ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 ガーどれも止められない男、そして借金の加速も止まらないジョ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 ンソン、やっていきたいと思います。負の方向にすごく高速の速さでね、どんどん増えていくという。誰か止めて止めてコーナーからね、一言ありました。ジョンソン君、負けを認めるなら今だよ。どうですか、よろしくお願いします。最速よ、くたばれバーカ。赤星さん、今日のゲーム、どの選手がキーマン。現在の暫定年俸はマイナス4億8000万円でございますけど、簡単ですよね。簡単です。立ち上がりの配球ですが、小宮山さんはどのような今までそれはありませんね。低めでストライクをきちんと取れるかどうかっていうのがポイントになりますよね。バントしました。取りました。とりあえずマイナス5000万。このタイミングでしたが、一塁アウトです。とりあえずマイナス5000万からスタート。なんでしょうね。単純にこのゲームが難しいというか。単純にこのゲーム。先ほどの打席は打率が明らかに倒れています。7割で低いって言っちゃってもね。ツーアウトランナーありません。セーフティーバント8割5分ですからね、まあ、キャッチャーが取る1割がね全然違う。ツーアウトランナー1塁、甲斐さん肩強ー。さあ甲斐キャノンどうするか。交流戦結構巨人弱いっすよ。ピッチャーはやりにくいでしょうね。ゴー本当にそうですよね。警戒されねえのか。まあキャッチャー元キャッチャーの俺が言うと絶対外してくれますね。警戒してると思いますね。アウトコースこれはもう入れてきますね。足上げたらゴーだよ。次が5球目。ファーストランナー高めの、さあ盗塁が意味なくなりましたけど、デスパイネ、デスパイネが掴んでスリーアウトです。巨人が弱いなぁ、マジでパリ弱いなぁ。パリですね。打順は1番に帰ります。バッタージョンソン、前回はね、打ったりしてなかなか成功したのもでは内野安打でした。バントしました。でもマイナスですか。一塁送球、まあ、ヒットはアンパイないんだよ。簡単に言うけど10回7回しか起きない神業だから。これが10回で8回だったらな、500万だったと5000万だからね。10回で7回成功するのと、あーホームランだ。10回で7回成功するの、10回で8回で手術の村さんありますか。10分の7と10分の8ですよ。10分の7と10分の8。バントだけの手術はどうなりますか。10回17回成功した場合は3500万で高めっていうのは、まあ、3回失敗するとマイナス1億5000万なんで、おっ、まる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 こういうのがあります。プロスピニはマイナス1億1500万、それが10回中8回だと4000万稼いで1億マイナスだからマイナス6000万。そういうことです。この差はでかい。つまり7000万ぐらい違います。この差がでかい。パワープロとこれだけ違いがある。まあそこはジョンソンがちゃんと成功しないのが悪い。ツーアウトランナーありません。まあ、その代わり盗塁でね、しっかりとね、援護してもらってるから。おっと危ねえな、肩強えな。やっぱり盗塁の部分だけ出しないといけないけど、盗塁が難しいんですよね。ヒットでランナーを、なんか初球打ちするようになったな。しかしこれは追いつくか。今日盗塁ないっすね。抑えてリアウトしようと思ったら前にランナーがいるしホームラン打たれるし、なんかボコスカやん。あ、これ唯一バントが成功に高い場面。バッターちょっと粘られてますけど、しっかり締めて終わりたいですよね。送りバントだ。三塁方向ピッチャーが抑えた。おい、さあこれは盗塁もしやすい状況だぞ。頑張れ。もうこの点数でさ、牽制とかしたらさ、空気読めない。今日はホームランを放っています。が打球自体はいい。初球から走って、はい、強っ。ただ1個マイナス5000万あるからね。これで得点しないと、プラマイゼロにならないですね。バットを出していきます。丸さん今日絶好調、バットにボンボン当たってるよ。これは期待できるんじゃないか。おっと、タッチアップか。おっと、いらっしゃんだそれ。マルさん、マルさん、盗塁、マルさん、マルさん、盗塁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 、三塁一塁のピンチが続きます。オカポン、なんか言ってる、少しだめ。いい当たり、難しいバウンド、ショートうまく取って、二塁アウト。ゲッツーだちゃんだ。よかったね、スリーアウト、試合終了です。サード最後追い上げられましたが、逃げ切りました。ソフトバンク、打ちに打ちました。大量リード、だが、それでいい。お給料タイム聞きたい人、はい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 、ヒットが4本2000万、はい、2投が1個1000万、はい、アウトが1個でマイナス5000万、はいはいはい、ちゃっかりちゃっかり、なぜちゃっかりという言葉が出たのかよくわかんないけど、マイナス3000万。ちょっと待って、マイナス2000万です。マイナス2000万なんて借金の総額と比べたら。おっと、スタメン起用になりました。これでね、ベンチスタートというね、どうでもいいやつはなくなる。この契約、かなりジョンソンに不利ですが、それをどうにかしていくのか。交流戦、4億8000万、あ、今マイナス2000万プラスだったんで、5億です。おー、解説は、神山さん、西井俊久さん、プラス5億か。余裕すぎ、余裕すぎ。
オーナー側としてはプラス5億、まずはホークスの先発ジョンソンからしてもプラス5億の計算ですね。海山さん、やはり立ち上がりがきっちり抑えられれば流れに乗っていけると思うんですが、いかがですか。そうですね、どうしてもピッチャーが立ち上がって手探りで入ってきますから、普通にアジトつけてくれたわけで普通にホームランいつでも打てると思うね。さあ、そういう意味ではこの立ち上がりどうなるか注目していきましょう。この方に対して普通に打った方がよろしい説うまい。危ないぜ。ソフトバンクは結構警戒しないといけませんかね、ジョンソン。さあ左ピッチャームーア牽制してくるか。ピッチングは理想ですね。すげえ牽制っぽく投げるの。うまっ。これしろだって。ゴー。いやうんま。これはバッター三振かい。ハイさんあんま警戒しなかった。もうさ、何ジョンソンごときさ外す必要もないって。ここはどういうピッチングになるんでしょうか。どうせこいつ二投許しても三投で刺すからいいよ。目のいいバッターですから不利なカウントになる。走ってきた。ナイスラン。はいよ。いかにアウトを少なくするか、いかに3投成功するか、いかに得点するか、これがジョンソン契約の勝ちパターンでございます。もたもたしてると打っちゃうよ、オカポンが。でワンアウトだったらね、無理しなくてもいいということを発見しました。追い込みました。ポン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 、オカポンポン打ちました。牧原。おお、危ない。一塁送球。意味ない。三投できなくなっちゃった。よく考えたら意味ない。ありますよ。単独ホームシールってのが。さあやるんだ。はいはい。成功したら、ラスト10億円や。ボール球こう、ボール球こう。打ちました。痛烈な打球。伸びていく。どうだ。入れば。ホームランかい。先制の。天球あるんだ。ジャイアンツ。パプロみたいな。ミンガちゃん、ミンガちゃん。追い込んでから。割と今、カイさんね、座りながらさ、こっち警戒しないでさ、ポヨーンって投げてましたね。だよくあの少年野球でそういうホームシールだったよ。ああいう感じはできればいいね。試してみよう。バッターはジョンソン。サード行こう。そして一塁ランナーは吉川。いやもうこれが今のは成功してるんすよ、パープルだと。マジでむずい。セーフティーバント。でも成功しちゃうんですか。一塁送球します。これでマルチヒット。選球時は確かね、走れないと思うんだよね。ここはきっちり押さえて次の回に繋げる。打ちました。すげーボリボリ大きな打球。ジョンソン走る、ジョンソン走る、ホームとスニーが、ホームとスニーが来るのか、ホームとスニーが来るのか、ジョンソン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 、発砲しないなぁ。おかしいなぁ、やっぱ。ホームとスニーが来て発砲しねえんかなぁ。でも発砲したよね、この間ね。この間は発砲したけど、だから発砲しないことはない。でもジョンソンが早かったけど、返球と連携プレーすごい早かったな。余裕のアウト。あの豚だったら成功するんですかね。重さかける速さが、力なんでね。こいつは速さはあるけど重さがないから。そしてバッターボックスにはジョンソン入っています。おっとこれはちょっとやってしまったかもしれません。5000ピッチャーアウト。マイナス1億ですよこれ。マイオクくんですよ。マイオクくん、マイオクくん入ります。プロ野球人生収支マイナス1億円です。どういうこっちゃ。小宮山さん、得点がないです。ここはなんとしてもゼロに抑えなくてはいけません、ね、ありがとうございます。反投もありません。どういうバッターなんでしょうか。まあ、おっとこれはちょっとやってしまったか。松田ツオドカーン、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 5000万、5000万、5000万。打順はトップに帰ってジョンソン。絶頂加山さんですが危険です、危険です。下がってください。危ない、危ないわよ。怪我しにくさ F で支給持ってるのに当たれよ。高い、バントしてきた。これはうまいんじゃない。キャッチャー取った。カイさん普通にタッチすればよかったですね。危ない、危ない。ジャイアンツ追加点5対1。いや打点ないの強いね。守備陣の裏を書かれた形となりました。抱えるんですから言語戦マークしててもいいぐらいなの。まあでもそのなんかジョンソンが借金で確かにプラスなんなら面白くないっていう意見もお分かりになりますが、私的にはそうやってなんかインフレしちゃったからズル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 ジョンソンに有利になっていくのも、まあそれはそれで面白くない。ジョンソンが100億円までみんな黙ってるんだ。マイナス100億になったから考えよう。マイナス100億最後まで諦めないためにも10回できるぜ。初球打打球は左中間へ。ここはフライになる。得点がないな。上林が抑えて3アウト。得点ないな。2アウトだか。いい方法あります。長打打ってね、みんな返せれば盗塁とかできますよ。頭いいね、天才だね。チャンス C 発動してる。どう左方向へ行こうました。ピッチャーが抑えた。ほら満塁だった意味ねえぞ。いや本当にそれでもさ、打点があればまあ打つ理由はちょっとあるんだけどね。ではバッテリーの組み立てに注目ですね。おいおいおいいいコースだったんですけどね。これで長打打って高得点いけばとりあえずは。でも今日もうマイナス3、1億3。僕はサードで止まりますよ。ここは見逃しで3チームを検証したい。
単独ホームスチールが可能であればもう3塁まで行ったら10億円確定だからそのままオーナーの首絞められるっていう、ね、小宮山さん楽しい楽しいお給料タイムお願いします。最初に言っておこう、アウト3つで1億5000万もあります。さあここからどうやって巻き返すか。ヒット4つ2000万プラス、ありがとうございます。2投1個1000万プラス、ありがとうございます。マイナス1億2000万キュー。こんなにヒット打ってレギュラーもつかめているというのになんでこんな金が減っていくんでしょうかね。こんだけ活躍したらもうどうぞ黙れこのクソジジイが。おさあジョンソン来るか、来ると思いますか。まあ来るでしょう、打率を来ました。アラサンとデートランニングです。僕についてきてくださいね。ピューン。ちょっとどうしたんですか。もう少しゆっくり走りますよ。ピューン。え、キックボクシングしてるんだって。お前多分怒らせたら怖いよ。まあ怪我しにくさよくなんだからさ、まして。はい、ホームスチール、ホームスチール、ホームスチール。びっくり。あなたのハートにホームスチール。正式に彼女としてですわ。嬉しいです。お、成功しちゃった。いや、ですがでしょ。ですが、クリオン、ですが。あれあれ盗塁成功しちゃったよ。かわいい。原さんと付き合うって初めて？初めてです。浮気なんて絶対ダメですからね。キックボクシングだからマジボコボコにされるよ。ジョンソン、リア充になる。まあ、彼女まではいいとして結婚するとなるとお前終始半端ねえから絶対無理だと思うよ。それでもOK してくれたらマジで愛があると思うよ。首位打者も取って彼女持ってきて人生バラ色です。と思ったけどマイナス5億持ってるっていうね。これマイ5億くんいくよ。プロ野球としてね、レギュラーも掴んで結構お金持ちだと思われていますけどね、実際のプロ野球選手はみんなこんな感じじゃない。大丈夫大丈夫。ジョンソンさんってちなみにどのくらい資産あるんですかって言って5億って言ったのか。ちゃんとマイナスの方で、マイナスの方で、マイナスはいけない。フォークの借金という資産ですから5億って言ったのちゃんと。だから OK してくれた。金で動いたみたいな。プロ野球選手を付き合うなんて金しかないやろそんなの。一塁牽制、一塁はセーフ。と男走るよジョンソン。一塁牽制、大好きなのはオーナーの金。アウトコース見落ちています。しつこいしつこいしつこいからウエストってどこか警戒すんの。一塁牽制、一塁はセーフ。盗塁したことねえから。ここは大きく急発して様子を見ています。ツーボール、テンポ速くなるやつ。センターに強い打球、ぐんぐん打球は伸びている。伸びて天球のあの見てみます。あはいはいはい、バッターランナー天球の位置に単独ホームスチールが広げていきます。多分無理だと。三塁二塁です。さあジャイアンツ先制のチャンスを迎えています。やはり早めに先制することが大事なのでここで点を取っておきたいですよね。うん、そうですよね。スキップされました。さあ確保したらバッターボックスには吉川が入っています。なんだそりゃ。カウント、次が勝負の一球。バッケリリリリリリリガーどれジャジャジャ普通にセーフ。新速ジョンソン見せました。セカンドタッチアップ。いやあれは早すぎて無理ですよみたいな顔します。久しぶりにジョンソンらしさを見せた。本当ジョンソンまでランナーの時はね、バットに当てることがいかに大事ということが分かりました、ね、まさか走るとは思わなかったでしょう。どっからでも走るぞこいつは。ピッチャーが取って少しゆっくりになってジョンソン選手チャリーと500万3投みたいです。返してくるでしょうね。あやはりそうですか。外す相手バッテリーはてか牽制ミスあってもいいのにね。確かに重烈ショート何やってんの。5000万マイナスセカンド放送アウト。マルシャー何やってんの。あれしかも走れないしライナーっぽいから。打順は1番に入ります。さあ得点分消えました。アウトプラスがないです。今日はここまでプラスがない。記録しています。プラスがない。あれもないよね。チャンスもないよね。あれはファウル。いいところに転がっていれば面白かったでしょうね。ホームランチャンス、ホームランチャンス、ホームランチャンス。あて大きくは外してきます。だよ地球は投げやすくなってるけどこいつは避ける速さがすごいよ、ね、残像だ。ショーンスピード SSS 大丈夫です。それ残像なんで3安打の猛打賞。まっすぐ通るしないといけないね。これはもうああ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 あダメだな、みんなヒット打ってくんねえな、得点がないよ。ヒット打ってねんねしてで、ツーアウトで回ってくるからホームラン持ってないよ。ジャイアンツ、追加点のチャンスを迎えています。この辺りですミスター・ギャレット、クイックエフです。これ覚えとけ。すげえツーシームだったな、今のキャッチャーが抑えた。一塁クイックエフって言ったら3投ができるかもしれないぞ。頑張るんば、頑張るんば。長打打っても2塁で止まるのもありだと思うぞ。頑張るんば、
頑張るんば頑張るまた初球打ち大きな打球だ伸びる伸びていくスタートできるよおいいよいいよいいよボールおっとそっちの5000万を選んだかバーン3投して5000万して得点して5000万で1億稼げたのに強くなら打たねえよ次のやつ早打ちのマルルルルルホームランチャンスはいつ来るのあいつ来るのあいつ来るのホームランチャンスはいつ来るのあいつ来るのバッターはジョンソンホームランチャンスはいつ来るの今日はここまで4安打を記録していますわあちょっとこれはやっちゃったかやっちゃったかやっちゃったかセーフ打席連続のヒットノーアウトランナー1塁ですバッターボックス丸先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っていますゴーはいはいホームランちょっとちょっと金稼げねえぞマルさん余裕にホームラン打つなはいはいでバッティングなしみたいなのに全部引き出すんだけど、ね、何この人ファンの歓声とともに鮮やかなホームランを見せてくれましたそしてベンチではマルルルマルルルマルルルマルルナイスバッティングふぅ金が増えないねジョンソンがヒーローでございますなんか言うことあるかわーヒーロー嬉しいやったーわいわいわいこれで年俸は上がることでしょう嬉しいでございます実はジャビット君が死んだなということを気づいている楽しい楽しいお給料タイムの時間です5打数5安打3得点素晴らしいまあ3得点のうち1本はホームランだから0ですが5ヒット2500万2盗塁1個で1000万はい1000万得点2個で1億いいねからのアウトが1個でマイナス5000万8500万の利益でございますがプラス8500万ジョンソンの暫定年俸マイナス5億3500万円膨らむ膨らむ膨らむね特製レカードっていうやつないですかあの昔の桃太郎電鉄みたいなやつ